どうも皆さんこんにちは、ひろあきです。今日なんですけどね、全日本テンダンスに来ております、名古屋に。で、昨日ね、あのリベラのパーティーがあったんで、その後すぐに新幹線で名古屋に着いて、で今、朝のだいたい11時くらいですね。はい、まあ、ちょっとね、最初スタンダードから、まだ3ラウンドあるんで、ちょっと頑張っていきたいと思います。というわけでね、今ね、1次予選のスタンダードが終わってね、次ラテンなんですけど、まあ、ちょっとね、動画をね、見ながらちょっとね、いつもチェックするというか、ちょっとタオル垂れていい？なんかめっちゃ顔疲れてない？ん？顔疲れてない？多分目垂れとるよ。サキナが？サキナが、姉ちゃんの顔見てない。あ、そう、さすがに。まあ、ちょっとね、動画見ながら次ラテンちょっと頑張っていきたいと思います。というわけでね、1次予選終わりました、ラテンですね。美しくないでしょ。はい、というわけで、まあ、ちょっとね、この後またちょっと時間があるので、223番、232番、242番、またねちょっと休憩して頑張りたいと思います。めっちゃ暑いね。暑いよね。まあ、ちょっと踊らなかったら涼しいよね。でもね、まあ、ちょっとね、もう夏が来たって感じ。頑張りたいと思います。でもだからね、今からね準決勝なので、衣装をね、あ、ラテンが終わってね、ちょうどスタンダードなんで、ちょっと衣装をチェンジしていきたいと思います。はい、というわけでね、会場の方に行くんですけど、会場ね、2年前くらいに多分やったところで、ちょっとプールが近いんでね、結構塩素の匂いとかも結構しますね。天井がこんな感じですね。めっちゃまるで高い感じ。というわけでね、準決勝終わりました。さっきは今日青のドレスで、衣装展示ちょっと似とるね、色的にはね。これ久しぶりに来たら、久しぶりじゃないけど、こんなの持ってたのみたいな。ミガサナムヤハイの準決で1回だけ、あ、そっかそっか、日本では来てるから珍しいな。確かに。めっちゃ汗かいた。なんか暑い、湿気がすごいね、やっぱ。なんかね、暑い。でもまあ多分2日目に行ったから。いや、この赤い赤かな。ワイズ、ラインが入ってます。走るように着替える。じゃあ先な、じゃあ着替えてきます。はい、今ね、ちょっと腕回してもらってるっていう。今からね、決勝戦ですね。決勝戦の今日は、今年は妹も決勝に上がりました。テンダンス、スタンダードからですね。初めてよね、テンダンスね。初めて。ちょっと頑張っていきたいと思います。衣装チェンジしてね。はい、頑張ります。はい、というわけでね、スタンダードの決勝戦が終わりました。まあ、ちょっとこれでウィーダーとかこれ飲んでね、またラテンまで頑張りたいと思います。ちょっと衣装チェンジしてね。これ前回大阪で来た時に上がったけど、あんまり取れなかった。まあ、ちょっとね、これからまたラテンの最後決勝なんで頑張りたいと思います。はい、というわけでね、テンダンス全日本優勝することができました。優勝しました。はい、まあ、なんとかね、3ラウンドかな、はい、踊り切って6だね、6ラウンドか、30曲踊ることができましたということで、まあ、ちょっとね、前日パーティーもあってなかなかね、ハードなスケジュールだったんですけど、毎年そんな感じでね、ちょっとね、ちょっと今毎年そんな感じで、でも3連覇をすることができたと。あの司会でね、司会で聞いたんですけど、準優勝も3回して、はい、優勝も3回ということでね、はい、なんか次が勝負かな。そうですね、頑張りたいなっていう感じですね。次もさらに。で、まあ、ね、いろいろちょっとね、台風とかってね、新幹線が、ね、あ、そうだったね、そう、行きね、行きの新幹線とかね、30分ぐらい遅れてたりね、ちょっと僕が最近ちょっと腰とかもなんか痛めてて、めっちゃ痛いわけじゃないけど違和感あるみたいな。ストレッチしすぎたかなって感じです。逆にすごい最近ストレッチも頑張ってるんで、まあ、ちょっと肉体改造も頑張りつつっていう感じですね。今年の、ね、世界選手権は11月11日、はい、テンダンスがポルトガルって言ってたね、場所なかなか珍しい場所で、初めて行くかもね。で、ポルトガル初めてかも、楽しみ。クリロナ、ポルトガル、多分クリスティアノ・ロナウドの、ちょっと頑張って、はい、今年もね、走り切りたいと思います。まあ、ちょっとこの後はご飯を食べに行こうかなと思ってるので、名古屋おばあちゃんとね、
ちょっとじゃあ行ってきます。はい、というわけでね、僕はもう髪の毛さっぱりして、いいな、ごめんね、いい、 TikTok 撮るもん、この後。あ、そうなんだ、そっか、洗い落としですね。東洋軒っていうところにご飯を食べに来ました。カニクリームコロッケが名物なんやって、うん、ちょっと今日はね、晩餐を楽しみたいと思います。松潤が好きな食べ物だよ。あ、そうなの、うん、あまりにもお腹空いてるから、うん、そうね、今日何も食べてない、もうマジで、うん、私は朝ごはんちょっと食べましたけど、今日もね、ノーセットです。だからぼちゃぼちゃぶちゃ、じゃあちょっと、ね、注文していきたいと思います。いっぱい食べよう。ポタージュスープが到着しましたね。すごくない？すごい、おー、熱い、熱い、どうやって置いたらいいんやろ、これ。いや、わからん。おー、カニクリームとろけもくるよ、楽しみ。お腹すいたね。先食べていいよ、うん、食べます。というわけで、グラフカレーライス到着しました。グラフカレーみーちゃん、僕ね、大事なやつのハーフサイズじゃない、すごい、黒、うまい、このメイクだとね、今もこれだもん、フラップからして、あ、いいね、もうカレーライス好きなんでね、さけども好き、ね、でカレーライス嫌いな人いないもんね、今回頼まなかった、ちょっとね、ご飯食べていきたいと思います。うん、というわけでね、なんとハヤシライスも注文してしまいました。あまりにもお腹空いてて、これでもハーフサイズのハヤシライスなんで、ブラックカレー食べたね。ブラックカレーね、美味しかった、すごい。カニクリームコロッケもめちゃめちゃ美味しかったです。で、今からちょっとハヤシライスをめっちゃ食べる、ね、食べたいと思います。さっきのパフェ、抹茶パフェね、うん、ちょっと半分こしよう、じゃあハーフサイズで、うん、あと僕もロールケーキを頼んだので食べる、めっちゃ食べるよ。じゃあちょっと食べていきたいと思います。デザートが来たんですけど、見てください、ちょっとね、時間帯の中にグランプリおめでとうございます、おめでとうございますってね、あの YouTube かなんかで調べていただいたみたいな、うん、いやもう日本代表だから、このポテチ味がこれでね、声をかけていただきました。私もね、ロールケーキ食べていきたいと思います。動画を最後までご視聴いただきありがとうございます。 YouTube のメンバーシップにて、僕たちが海外で行ってきた知識などをオンラインの YouTube ライブで配信したりもしています。僕たちのことを応援してくださる方はメンバーシップの登録をしてくださると嬉しいです。応援よろしくお願いします。